学務官僚相談の石文六史先生、または六史先生は、日本統治時代の台湾に設立された、小学校、芝山岩尾学堂で、抗日事件により殺害された、日本人、教師6人のことである。1895年5月17日、下関条約により、台湾が日本に割譲され、5月21日から、 日本による統治が始まると、当時文部省の学務部長心得だった伊沢修司は、初代台湾総督に就任した河山助則に、教育こそ最優先すべきと教育の必要性を訴え、同年6月、日本全国から集めた人材7名を連れて台湾へ渡り、台北北部の芝山岩泉宮という道館の一部を借りて、同年7月に、 芝山岩尾学堂という小学校を設立した。最初は生徒6人を集め、台湾総督府学部部長となった伊沢と教師7人の計8人で日本語を教えていた。次第に周辺10人に受け入れられ、同年9月20日には生徒数が21人になり、甲、乙、兵の3組に分けて授業を行っていた。その頃、 吉久新郎が出生中の台南で皇居し、それに伴い、伊沢と一人の教師は、新郎の棺疑と共に、日本本土に一時帰国した。その伊沢の帰国中に、事件は起こる。1895年の暮れになると再び、台北の治安が悪化し、日本の統治に反対する勢力による暴動が、頻発すると、周辺住人は教師たちに避難を進めたが、彼らは、 死して余えあり、身に死にかいありと教育に命をかけていることを示し、芝山岩尾を去ろうとはしなかった。1896年1月1日、6人の教師と用務員が元旦の廃合式に出席するために生徒を連れて、船着き場に行ったが、前日からのゲリラ騒ぎで船がなく、生徒たちを介して芝山岩尾に戻った。再び、芝山岩尾を下山しようとしたとき、 約100人の抗日ゲリラに遭遇した。教師たちはゲリラたちに説有したが聞き入れられず、用務員の小林を含む7人全員が斬殺された。ゲリラたちは、日本人の首を取ったら賞金がもらえるとの流言から、襲撃をかけたと言われており、6人の子宮と用務員を襲って殺害した上に、着衣や所持品を奪い、さらに、芝山岩尾学堂の物品も略奪した。この事件は、 台湾にいた日本人を新刊させたのみならず、日本政府にも重大視され、丁重に葬儀を行うとともに、台湾統治の強化が行われた。芝山岩尾学堂は3ヶ月間の授業停止の後に再開された。六師先生と呼ばれる教師は以下の6人である。六師先生の墓、芝山岩尾神社彼らの台湾の教育にかける犠牲精神は、 芝山岩尾精神と言われ、人々の間で語り継がれるようになった。この芝山岩尾精神は、当時の台湾教育者に多くの影響を与え、統治直後、総人口の0.5から0.6%だった。台湾の学齢児童の就学率は1943年頃には70%にもなった。また終戦時には、識字率が92.5%に上り、後に、 台湾が経済発展をする基礎となった。1930年には芝山岩尾神社が創建され、六史先生をはじめ台湾教育に準じた人々が1933年までに330人祀られた。境内には六史先生を合葬する墓があり、また、社殿の前には六史先生を追悼して伊藤博文記号による学務官僚遭難の日が建てられた。 毎年2月1日には、慰霊祭が取り行われ、芝山岩尾は台湾教育の聖地と称された。アメノー越乱室の非対終戦後、蒋介石をはじめとする外省人の中国国民党の者たちが、中国本土から台湾に逃げてきて、台湾は日本食を一掃する中国国民党により、芝山岩尾神社は破壊され、本殿跡には、 国民党軍当局副局長だった大流を記念するアメド越乱室が建てられた。この時、神社の隣にあった恵グミズミグの住職は、六史先生の墓石から遺骨を密かに移し、無名の墓を作って祀っていた。アメド越乱室では、抗日運動の成果の一つとして、芝山岩尾事件を紹介する展示などが行われてきた。しかし、離陶器総統の下で、 台湾民主化の動きが進むと、芝山岩尾学堂が開かれて100年経った1995年1月1日に、芝山岩尾学堂の後ろ身である、台北私立市林国民小学の卒業生により、教育に命をかけた、六史先生の墓が再建され、2000年には、学務官僚相難の日も復元された。現在、周辺は、芝山文化生態緑園として整備されており、 自然観察をしたり、大石像、川掘り道、太陽石、砲台屋と、同期者などを見て回ることができる。作家、壁岩尾、作曲、高橋234芝山岩尾事件に関するカテゴリー。ありがとうございます。